ルイス・レゲイロは、スペインイルン出身のサッカー選手。しばしば愛称のエル・コルソと呼ばれた。スペイン代表。バスク地方のギプスコア県イルン出身。イルンに本拠地を置く、レアル・ウニオンからデビューすると、1931年から1936年まで、マドリード CF でプレーし、92試合に出場して53得点を記録した。 1936年にスペイン内戦が勃発するとメキシコに渡り、1938から39年には CD エウスカディのメンバーとしてメキシコのプリメーラ・フエルサでプレーした。このチームは実質的なバスク地方選抜であり、アスレティック・ビルバオやレアル・マドリードの元所属選手が多く名を連ねている。最年長の30歳だったレゲーロはキャプテンを務めた。 1939年からはやはりプリメーラ・フエルサで外国人選手などで構成されたアストリアス FC でプレー。1942年から1944年にはクラブアメリカでプレーし、1943年のプリメーラ・ディビシオン設立に立ち会っている。1943年にメキシコで生まれた息子のルイス・レゲーロ・ウルキオラもサッカー選手となった。 レゲエロウルキオーラは中盤でプレーした創造的な選手であり、1966年のイングランドワールドカップにメキシコ代表として出場している。スペイン代表としては25試合に出場して16得点を記録しており、1928年にはアムステルダムオリンピックに、1934年にはイタリアワールドカップに出場した。1928年にはに、 オランダのアムステルダムで開催されたアムステルダムオリンピックに参加した。1回戦のメキシコ戦で2得点を挙げたが、スペイン代表は準々決勝でイタリア代表に敗れた。2得点はホセマリアイエルモに次いでチーム2位の得点数である。1934年のイタリアアールドカップでは初戦でブラジル代表に勝利したが、レゲエロは控えだった。 準々決勝のイタリア戦には先発出場し、レゲーローは30分に先制点を決めたが、1から1と決着がつかなかった。翌日の再試合にも出場したが、スペイン代表は0の1で敗れた。スコアは、スペインの得点を左に記している。ありがとうございます。